はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は真田昌幸の使い方ということでやってまいりたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速パラメータから見ていきましょう。シーズン3で出てくる、限定ガチャの武将となっておりますね。天賦900、戦力が5547。今回の真田昌幸増えたことによりまして、SSR が全部で83種類になりましたね。まあその中で、9位、統率12位、武勇26位、知略2位タイ、で、政治が17位ということで、パラメーターは優秀ですね。うん。で、陛下、足軽 S、騎馬 A、弓 A、鉄砲 C ということで、鉄砲以外だったら何でもござれと。まあ、これもまた優秀。使いやすいし、パラメータもいい。で、問題は先行ですよ。表裏卑怯。自身と一門衆を含む味方3部隊の戦法威力を 3% 以下。対象を含む敵2部隊の強化効果を2つ打ち消し。攻撃、知略、武勇を 25% 低下。で、知略 250% の攻撃。で、間隔35秒、範囲狭い。基礎連鎖率 16% の連鎖順普通となっております。他の天賦900の武将と比べると、戦法に関してはちょっと残念かなと。ちょっとね、類化があんまり僕、評価高くないんで、味方3部隊に戦法威力の 3% 以下だけか。で、敵2部隊にってのもね、ちょっとしょっぽいんですよね。強化効果を2つ打ち消して、攻撃知略武勇を 25% か。2部隊に 25% はちょっとしょっぽいよね。で、知略 250% 攻撃と。これもね、だいぶ抑えめ。ちょっと戦法は、いまいちですね。今流行りの同士打ちも同様もない。で、戦法発動速度計もない。流行りのものが一個もないっていう。って感じですね。はい。で、技能が希望と求心。希望がですね、兵力が 50% 以下の時、攻撃速度と戦法発動速度が上がるよっていうやつね。1、2、3、4、5までありますね。これ持ってる他の武将がですね、今のとこ4人おりまして、山本勘助、島津義弘、真田幸隆、真田昌幸の4人に乗っております。なので今のとこ最高はこの4までですね。攻撃速度を 10% アップ、戦法発動速度を 10% アップというところまででしょうか。で、もう一個の求心の方ですね。はい。自身が対象の場合、同じ縁を持つ武将の人数 ×1%。部隊内のすべての武将の戦法連鎖率が上昇するという形になっております。まあね、求心持ってる有名な武将って言ったら、まあ、橋場秀吉ですよね。なので、橋場秀吉の部隊に入れてもいいかなって感じ。ただ、1.25% なんで、その大したことないんですよね。って感じ。はい。で、あとは、列伝の縁、真田家、武田家、軍師、囲碁、籠城名人ということで、めちゃくちゃ優秀ですね。真田家はね、まあ、雪高ぐらいしかいないんですけど。まあまあ、武田家はたくさんおりますよと。で、軍師も、今流行りの縁師ですね。たくさんおる。最近軍師持ってる武将多く出てくるね。で、囲碁。まあこれはね、シーズン3の今川義元と徳川家康。で、籠城名人もいっぱい持ってる。毛利元就、北条氏康、長野成政、ということでね、結構いろんな人とね、会う感じですね。まあ、このね、真田昌幸と相性がいい武将を、まあ、紹介していきます。まずは、はい、当然と言っちゃ当然ですけども、お父ちゃんの真田幸隆ですね。基礎連鎖率が 16% で、軍師真田家武田家で合いますんで、44% 戦法連鎖率いきますね。まあ、あとは、どっちが対象でどっちが副将かでちょっと変わってきますけども。で、あとは、はい。ちょっと僕の手持ちで申し訳ないですけども、岡部元信と。で、岡部元信はですね、基礎連鎖が 20% ありまして、で、籠城名人と武田家で会うと。なので 40% ぐらいかな。あともう一人は、こちら、同じ武田家の軍師、山本勘助と。基礎連鎖率 16%。それで、軍師武田家と会いまして、36% までいきますかね。はい。今の3人が、まあ、特に突出して連鎖率高いですね。で、あとはですね、また 30%、
戦と前後がたくさんいるんですよ。うん。毛利元就、北条氏康がこの辺がずわーっともう全部 30% 前後。もう以後のこの二人も 30% ちょいとか 30% 前後ですね。で、軍師持ってる連中ともまあ 30% 前後合いますよという感じなんで。まあもう、いろんなところの大名にね、くっついて歩いていった真田昌幸らしい絵にししてるかなとは思います。はい。さあさて、女真田昌幸の使い方なんですけども、これがね、非常に悩みました、私。まあ、裏を返して言うと、どこで使うのこれみたいな。っていう感じなんですよ、これ。まあ一番、なんだろう、目的を持って使うというのであれば、技能の希望合わせですかね。まあこの希望ね、攻撃速度と戦法発動速度上げてくれるんで、まあまあ強いんでね。ただね、兵力が 50% 以下の時っていう条件付きなんで、僕の中ではこの技能の希望ってあんまり評価高くないんですよね。平均点よりちょい上ぐらい。まあいいや。まあその希望合わせで使うのと、急進合わせはね、あんまり意味ないんですよね。まあ、秀吉部隊に入れればいいかなっていう感じではあるんですけども、まあ、急進って大将と同じ縁を持ってなくちゃいけないんですよ。で、真田昌幸って、羽柴秀吉と一個も縁合うのないんですね。なので、一人と数えられないんですよ。なので、羽柴秀吉部隊にまあ突っ込んだとして、で、真田昌幸以外、秀吉と同じ縁を持ってるっていう条件でやると、5人。なんで、それの 1.25% なんで、6.25% 連鎖率が上がると。なので、普通に、羽柴秀吉と同じ縁を持つ武将を6人、舞台に叩き込んだ時と、0.25% しか違わんと。って感じ。あんま、いなくてもいいかなぐらい。ね。あとは、まあ、さっきも言った通り、いろんな武将と 30% 前後で連鎖率が合います。で、陛下も、足軽馬弓が SAA ということで使いやすいので、まあパラメーターも高いということを考えると、もういろんな部隊の穴埋め要員としてちょろっと置いとけばいいかなみたいな。で、希望を合わせればさらにちょっといいかなぐらいなイメージですね。そんぐらいだね、これ。ちょっとね、なんだろう、こう目立ったこれっていう使い方がないんですよね。本当に部隊の穴埋めっていう感じですね。これにお金出す価値がどのくらい見出せるかって感じ。まあ、今後ね、真田幸村とか出てきたらちょっと使えるのかもしれませんが、今のところ竹中半兵衛大将の部隊の、まあ、真田幸隆の下に置くぐらいしかイメージがわからないですね。まあこんな感じかな。竹中半兵衛、弓隊の竹中半兵衛大将。で、副将に、真田幸隆を置いて、その下、ここに、まあ、正幸かな。まあ、もう一人の相方は、まあ、誰でもいいんですけど、大元帥さんを置いたりとかして。で、まあ、竹中半兵衛隊組むんだったら、もう一人の副将は、黒田官兵衛と。まあ、持ってないんで、またこれも画像をはめ込んでますけど。で、まあ、黒田官兵衛の下に置くんであれば、まあ、山本勘助と石川一政かな、ぐらい。これで希望が3かな？うん。な感じかな。まあ、これぐらいしか使い、ちょっとパッと出てこなかったね。あとは本当にもう、どこの穴埋め要員でもいいかなっていう感じ。はい、以上でございます。真田昌幸の使い方いかがでしたでしょうか。まあ、もうぶっちゃけ添付900の割にはちょっと、戦法のね、内容が控えめということで、もう、舞台のパラメーター上げの、副将、与力、どっか穴埋めで使うっていうのが一番、頻度高そうかな、使う頻度かっていう感じでしたね。はい。はい。それでは今回の動画が少しでも役に立ったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。